11月4日目黒区美術館で第11回音楽と美術のワークショップが行われました。目黒パーシモンホールと目黒区美術館が共催しているもので、今回は生活の中のノイズを見つけて展覧会を作ると題して実施されました。ノイズというと一般的にはまあ雑音とか騒音とか音を思い浮かべる方も多いと思うんですけれども、まあ、例えば放置自転車とかも考えによってはノイズでいらないものとしてこう排除されていくという、その音の面からとビジュアルの面からノイズについてまあちょっと考えてみるというプログラムになっています。騒音と感じる音やフェンスを越える雑草、落書き、あふれるネットニュースなど、参加者は自分がノイズと感じたものを採取した音や写真として発表し、それらをもとにアート作品作りに挑戦しました。怖いですよね自分でも立体化したり写真をコラージュするなどしてイメージした作品を完成させると、最後に参加者全員で展示発表会を行い互いに交流を深めました。自分の目で見ることが多い展覧会で逆に見られるとざわつくのかノイズが生まれるのかということを狙いで作ってみました。雑草が生えていたんですけど、こんな感じでない方がいいものがまあ、あるということでノイズかなと思ってちょっと作品にしてみたというところです。まあ、一つのテーマを持って作品を作るということで楽しくて貴重な体験ができましたね。ハンさんの自分自身の楽